ザ・マルスバー。こんばんは。おー、いらっしゃい。どうも。暖かくなりましたね。いやもうね、うん、まあ、暖冬から、うん、もうこの流れだから、うん、なんかほら蝶々もひらひら飛ぶ時期になったしね。いやいや、菜の花とかね。ですです。蝶々ラベル行きますか。あ、行っちゃいます。え、もう贅沢な贅沢なんて僕は言っちゃいけないけど、売り上げになるからいいんですけど。蝶々ってなんで1頭2頭って言うんですかね。あ、1頭2頭って角があるから。あ、そっちで1頭2頭ですか。そうそうそう。あ、そうなんですね。2つありますね。最近のリリースが薬師丸リシジミ、はい、で、ちょっと前の、あのミヤマカラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハの方が、カスクストレングスですね、はい、加水してないやつ、うん、あのね、薬師丸リシジミは少し加水してある。あ、じゃあ僕薬師丸リシジミの方行きます、うん、薬師丸エイジング。私はミヤマカラスアゲハで、はい、度数の高い方を、お嬢ちゃまが飲むんだ。これカスクストリングスだったら 59% とかぐらいあるんですかね。 60% ぐらいあるんじゃないですかね。 60% ぐらいなんですか。これは高いな。これはどうですかね。 60% ですね。おで、こっちの、方が 54% ですから。あ、カスクストリングスっていうのが加水をしないっていうものなんですか。カスクストリングスそのままですね。蝶々見た最近。結構菜の花のところ結構飛んでるよね。そうなんですよね、いやいや僕は蝶々見ましたよ、グアムで。なんか日に焼けて帰ってきてるからどっか行ったんだろうなと。グアムで蝶々ですか。ゴルフ場に行ったらね、もう乱舞してました。あ、そうですか。いろんな、もうね、なんか僕ね、学生時代見た、あの図鑑でしか見たことのないような蝶が結構普通にいて、なんかちょっと感動しましたね。日本にはいないんですか、その種類の。いないいないいない、南方系ってどうなんですか、そのやっぱり色が鮮やかだったりとか。鮮やかだったり形がねちょっと違ったりとかね、するんで、じゃあ私薬師丸の方。薬師丸ルリシジミ、はい、はい、こっちが、ミヤマカラスアゲハ、はい、ありがとうございます。乾杯。あ、いい香り。うん、あ、いいね。おお、ガツンときますね。ちょっといいの飲んじゃった今日は。うん、もういつもね、もう本当ひどい情報ばっかりにさらされてるから、こう心が洗われるね。美しい蝶のように、うん、なんかもうあの週刊誌のなんかもうやだね、あのゴシップは。もう不倫だスキャンダルだ汚職だって、もうなんかそういう記事がものすごく多くなりましたね。多くなりましたね。昔はそうでもなかったですか。昔はね結構こう、週刊誌でだったり月刊誌でこう非常にコンセプトが明確な感じで、まあ好きなものを読んでたっていう。あ、週刊誌っていうイメージがゴシップとかのイメージが私あるんですよね。だから週刊誌とはそういうものだって。もちろんそういうね記事を中心に書くものもあったような気がするんだけど、あまり昔ないね、ゴシップとかね、そういうのがね。それこそ新潮とか文春とかってやたらそういう不倫すっぱ抜いたりとかね、多いけど、昔そんなイメージなかったですけどね。僕も全然ない。ないですよね。もっと硬派でしたよね。硬派だった。あ、そうなんですか。そうよ。なんかね、文春法とか。いやだからさ、言うじゃないですか。ヌードとか一切載せない雑誌だもん。あ、そうなんですか。うん、だからいつからあんなになったんだろうなと思ってね。まあ、編集長が変わったり経営者が変わったりするとそうなんだろうけど、うん、あのプレイボーイあたりも確かに必ずグラビアで水着とかヌードとかあったけど、そこは正統派で、あと記事はさ、はい、結構男のなんか遊びとかさ、そんな感じの硬派の週刊誌でしたよね、そうでしたね。へ、なんかイメージとやっぱ違うんですね。プレイボーイとかはやっぱりそういう写真とかがメインなのかなっていう、いやいや、もう最初の 何枚かですよ。まあ、それも楽しみなんだけど。それはそれで楽しみ、
色がやっぱり雑誌によってこれが読みたい、なんかビジネス系だったらこっち、ファッション系だったらこれみたいな、うん、ね、僕らの頃はもうトラッド真っ盛りで、トラッド、うん、バンジャケット、トラッドファッション、うん、バンジャケット、ケント、その辺がもう中心で、うん、コンブレーのね、うん、もう メンズクラブですね、メンクラ、メンクラ今もありますよね、メンズクラブは見ますよね、だけどなんか今ののとはちょっと違うと思うね、あのカチッとしたあれでね、もう本当に自分のファッションはほとんどメンズクラブで覚えた、バイブルっていう感じでね、あ、そうなんですね、うん、今はなんかカジュアルファッションからカッチリスーツまでみたいなのを毎回こう特集を組んでるようなイメージはあるんですけど、うん、あ、女性はどんなまだあるの、あのアンアンとかキャンキャンとかありますよ、ただ、うん、あのやっぱ電子版に移行したりとか、うん、もうなくなったものもありますし、女性版もあのキャンキャンも昔は姉キャンってあったのが、うん、もうなくなったりとかはしますけど、でもファッション雑誌は分かりやすく系統が表紙で分かるので、アンノン族って言ってさ、アンノン族、アンアンとノンノンっていう雑誌が、僕があります、あります、僕がちょうど学生の頃ですよ、うん、大学の頃、アンノン族って、うん、で、あのハギとかツワの肉とね、アンアンノンノン持ってそうそう、た女の子たちがグループでね、うん、あの来てるわけ、旅行に、神戸にもいっぱいいましたよ、北野のあの異人館のあたり、うんうん、え、その雑誌を持ってお出かけするんですか、 そのやっぱ特集してあるわけですよ、うん、やっぱり女性が行ってあの、まあ、こういいところっていうか、だから萩ツアーのだったり、そのまあ結局ディスカバージャパンの流れだよね、うん、で信州の松本がすごく人気があったりだとか、うんうん、へー、お出かけで雑誌を持つことはもうない、あ、今はスマホだからさ、でもそうです、ね、ちょっと前までは海外行くと地球の歩き方をみんな持ってたしさ、ルルブ持ってたしさ、それが今スマホに集約されたんだよ、今だからみんな、ね、あのポケット Wi-Fi 持っていくでしょ、そうです、海外旅行行くの、うんうん、あと充電器と、僕らはさそんな感じじゃないじゃない、うん、でたまたまなんかわからないけど萩とかさツアノに行っちゃったのね、はい、男同士で、で一杯飲むべっつって、でそういうそのちょっとこう若い人たちが入ってるところに行って、うん、ここ一杯飲めますかとか言ったら、うん、萩はこんなとこじゃございませんっつって そこのオーナーの方から、雰囲気を乱してしまったなんかさ、なんだって思ったけどね、やっぱ まあ、そういう時代なんだね、やっぱね、うん、変わってきてるんですね、そうそう、うん、でも最近は付録に力を入れてる雑誌、あ、多いね、なんか付録がやたらとあの大きいやつ、そうですそうです、うん、それかあの価格を下げて付録を全くつけないものっていうのとか、うん、サイズをちっちゃくしたものとか、うん、そういうのが増えましたね、あとはね、僕のバイブルつったらね、月刊虫、虫月刊虫ってそれ取り寄せないとかないんじゃないですか、それ、いや、そうそう、あの渋谷の滋賀昆虫って昆虫専門、昆虫のいろんなあのグッズ専門のところにあの行くとあの売ってるんですよ、であの僕なんかね、まあ、鹿児島の田舎から出て行ってあの向こうで昆虫研究会みたいなの入ってた、でそこに行ってその月刊虫で それにいろんな人が寄稿してるんですね、蝶 の結構有名な人たちが蝶知ってる、であのいろんな採集地だとかそういうのの情報をそれで得ると、でそれ であの、ね、バス停まで書いてあって、バス停から500メートルぐらい行ったところにパン屋があって、パン屋の筋をほとんどわからないようなあのところを登っていって、約1キロ登ったところにポイントがありますとかさ何部売れてたんだろうな当時そうか、でも専門誌ってなると私もニュートンはずっと読んでますね、うん、え、何ニュートン、そうなんですよ、なんで大学生の時に生物学、うん、生理学が専門だったので、うん、今でもあの図書館行ったらとりあえず見ます、かっこつけてやん のただ8割わかんないですでしょ、嫌な感じ、理系女だよって言いたいわけだな、ちょっと理系わかるよぐらいの気持ちで読むんですけども、うん、最近のはわかんないです、あ、そうまあ蝶々からいろいろ広がったね、話がこの薬師丸ロリシジミうまいですね、うん、私もちょっとこそっと飲みましたけど、はい、この一杯は川野さんに加算されますからね、
うんうん、分かってる。やっぱ西たち活性化しないとさ、もうみんなね落ち着いてばっかりもいられないから、うんうん、少人数で行こうって言ってね。そうですね。しょっちゅう出てますけど。問題のないように。そう。いやいや、もう少人数で出なさいっていう指導があるんで、もう不本意ながら2人で出てますね。うん、ちょっと どういうことですか。いやいやいや。こっちのセリフですよ。ちょっと。じゃあ行きましょうか。どうもどうも、ごちそうさまでした。